どうも皆さんこんにちは、のりもんです。本日は、初めて乗る飛行機になります。すごい33で、現在地がですね、こうやって見てもらうと海の上にいますけれども、アドミラルクズネツォ、アドミラルクズネツォね、ロシア海軍の空母におります。今日は最近空母を購入しましたけれども、 FA18 艦載機を持ってないの で空母にまともに着艦できなかったっていうのはありましたけど、それをですね、もうすごい33に乗ることによって、実際にもう空母にちゃんと着艦するっていうのをやってみたいと思います。よろしくお願いします。で、今翼畳んでますけどね、スイッチでこうやって開くことができます。移動して直前で開く方がいいのかな。で、離陸するところがですね、そこの正面の黄色いラインのところにありますから、多分あそこに行くんだと思うんですよ。ちょっとそっちの方に行ってみます。こうやって思い通りに回るのが難しいですね。こんなもんでいいのかな。この辺でいいはずなんですよ。で、コミュニケーションメニューを開いて、リクエストテイクオフ、 OK ですね。そしたらこうやって後ろにリフレクターが開きましたので、でも前ストッパーがついてますよね。あれどうしたらいいかな。あ、止まっちゃうもんね。もう一回コミュニケーション行かないですもんね。あれ、あのストッパーよりか前じゃないといかんかったっていうことですかな。なるほどなるほど。一回アボートテイクオフでしたら、あ、閉じた。じゃあもう一回ちょっと前にずって、はい、 OK で、リクエストテイクオフ。で、こうやってリフレクターが開きましたので、翼をここに開くと、アメリカ式と違ってカタパルトはないので、要はこの線に沿って、あのスキージャンプですね、お前のとこがこうやってせり上がってますから、ここにめがけて飛んでいくと、こんな感じ。よっしゃ、じゃあ飛び上がってみます。フルスロットル、おっとっとずれとる。よし、とフラップ、とりあえずタッチ&ゴーやってみようかなと思いますね。ただですね、やっぱこうハットの表示が全然よくわかんない。上のところに今左が470と右が500の600なの、あれ高度計なのかな。高度計で左の500なんぼっていうのはなんだろう、スピードかな、スピードのキロ表示なのかな。あ、でもすごいかっこいいですね。これはこれですげえかっこいいですけど、でかいな。そしたらスピードブレーキを開いて、
240の時切ってるのでギアダウンやってみます。ラップも下ろしてみましょうかね。原子力じゃなくて通常の動力なんで煙入ってるから分かりやすいですね。あれがハットの表示がキロだとしたら250ぐらいがいいのかな。252、まあまあいい角度に来たかな。赤が左のあれが AOA の間が赤がつってあら、270ぐらいがいいのかな。そしてですね、難しい。何が難しいかっていうと、F15 でいう、ベルシティベクター、F16 でいうフライトパスマーカー、自分の進行方向がどこ行ってるかっていう、あれがないんですよね。難しい。どこに向かってるのかが分かりにくい。分かりにくい。近づいてんのかな。ああ、沈む。やべ。ああ、残念。難しいな。微調整が難しいですね。再度挑戦していきます。 F16 なんかのフライトパスマーカーがどんだけ便利かっていうのがよくわかりません。こういう着艦とかするとですね、もうピンポイントで狙っていかないといけないですもんね。ね、実機だとこう上げ下げの G を感じますけど、フライトシミュレーターだとその辺 G 感じないですもんね。機体が上下してる感覚っていうのは、どうしても掴みにくいですから、その辺が難易度の高さにつながってくるかな。合ってるのかな。進路は OK。スピードを落として。ここで沈みすぎないように。ああ、高いか。じゃあ、そしたら次は、フックをこうやって下ろして、で、実際に着艦、頑張ってみます。この姿勢ですね。あ、もしかして右側のハットの右側のこう2とか3、4、5とかあれが昇降系なのかな？なるほどね。あれを少し参考にすればいいか。低いかな。どうかなあ。あー無理だった。最後の微調整が難しい。いやー本当にですね、着艦難しいですね。発艦するのはまあまあこうエンジン旋回でぶっ飛ぶだけなんでそう大したことないですけど、ね、簡単ですね、発艦するの。やっぱ問題は着艦。ちょっと下がりすぎですね、沈みすぎ。何回か繰り返してると周りの風景で沈んでるとかどうとか分かるようになってきましたね。
あ、本当に、あのワイヤーが置いてあるとこ狙って降りるって本当難しいですね。無理だった。ああ、難しい。あいつ難しいなぁ。あの、ほんと、こうやって乗ってみると、米軍の飛行機、自分が乗り慣れてるっていうのもありますけど、優秀だなっていうのは感じてしまいます。F15 とか16の時は、とりあえず一発目で着艦っていうか、タッチ&ゴーできましたからね。全然できないもんなぁ。これぐらいの角度でいけるかなぁ。低い。低いと思ったら高い。こんなに自分操縦下手くそだったのかってなんか、思い知らされますね。なんかこれうまいこと慣れたら操縦すごい上手になりそうな気がします。頑張ろう。どうだ、今度こそ。あー、うまくいったかも。あ、引っ掛けてない、引っ掛けてなーい。フックに引っかからなかったー。で、悪くなかったですよねー。今度こそ。あー、やったー、やったー。2番目のワイヤーに引っ掛けられたようですね。やっとできたー。ではこれをリプレイで見てみたいですね。すごいですね、立派ですね。存在感がすごいです。こういうバックにした風景も、これもかっこいいですよね。このアンテナみたいなのがいっぱい立ってますけど、これ飛行機が近づいた時だけ開くようですね。あのマストとかもありますが、これも倒すことができるんですね。よくできてる。フックが引っかからなかったところ。ダメだったですね。おお、ギリ、超ギリギリ。超ギリギリだったです。こうやってみるとですね、フラップが結構しっかり下がってるので、低速での安定性結構高いんじゃないかなと思います。あれ、ずれてるなぁ。なんか位置がずれてますね、着艦の位置が。あれ？あれ？
せっかく着艦できたのに。ああ。残念、リプレイ失敗。やっぱこういうのがありますね。TCS ワールド、リプレイすると場所がずれてしまう。残念ですけど。またこういった形でチャレンジをやってみたいと思います。さあ、こういった動画、面白いと思ってくれた方は、いいねやチャンネル登録などお願いいたします。また、何か、いろいろ楽しい飛び方をして遊んでみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。